はい、こんにちは、ゆきおのガングレビューです。今回もビックリマンチョコの新作、呪術廻戦マンチョコ、こちらを開封していきたいと思います。そして今回開けるのはこちらですが、こちらの劇場版呪術廻戦ゼロマンチョコ、こちらの方も動画上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。では今回開封する呪術廻戦マンのパッケージを見ていきましょう。正面はこんな感じになっております。主人公の面々が載っております。そしてパッケージ一周、正面からのサイド、裏面、反対側のサイドで、今回この呪術廻戦マンチョコは西日本先行販売となっております。東日本で販売されるのは2ヶ月後かな。そして先ほどの呪術廻戦ゼロマンチョコ、あちらは東日本先行で、おそらく2ヶ月後に西日本での発売になると思います。シールの種類は全24種類、エンボスメタルシール入りとなっております。で、一箱で30個入りなんですが、まあビックリマンは一箱では揃わしてくれないので、とりあえずね、今回ははい、3箱90個で全24種類揃うかどうかをチャレンジしていきたいと思います。まあこれだけやればね、大丈夫だと思います。よっぽど運が悪くなければね。そしてもし3箱で揃わなかった時のために予備としてあともう一つ用意しております。まあこれはね、開けないことを祈るしかないですよね。というわけで3箱で揃わなければ4箱目サドンデス、揃うまで開けていくっていうことになります。さすがにこれだけあれば揃うでしょう。では早速開封していきましょう。東日本のゼロマンが紫一色だったのに対して、こちらは黒一色ですね。そしてパッケージイラスト2種類ですね。はい、パッケージのイラストの2種類はこんな感じになっております。そして裏面、まあ、裏面は書いてることは一緒ですね。ではいつも通りこちらの列手前からこういう順番に開けていきます。さあ、では1個目開けていきましょう。まずは誰が出るでしょうか。記念すべき1個目は、おスクナがいきなり来ましたね。ナンバー20です。ボン、おお、いいですね。あ、わかった、そうか、呪術廻戦ゼロマンの裏書きがなかった理由、あれ手抜きとかじゃなくてネタバレ防止なんじゃないかな。うん、こちらはちゃんとね、文章が書かれておりますからね。しかもいつものビックリマンより文章投げ、そうかそうか、ネタバレに対する配慮だったとしたらね、ちょっと手抜きじゃないのって言ったわ。僕は謝罪いたします。あ、犬巻トゲ、おにぎりの具で喋る人です。はい、あ、すでに呪いの言葉を発声してますね。ラインナップに関してはスクナが20番だったということは、もう東日本のゼロと一緒で20番までと S シークレットが4つかな。11番西宮桃です。こっちのポーズの方がいいな、ゼロマンより。さあ、どんどん行きましょう。はい、いより歌姫、京都校の先生ですね。はい、次です。はい、全員舞、これは妹の方ですね。はい、悪そうな顔してる。はい、じゃあ次、あー、開けんの失敗した、開けんの失敗したよ。おい、来た、五条悟る×ヘッドロココ、これはコラボの衣装着てるじゃなくて2人並んでるやつですね。あ、危ね。はい、 S4 来ましたね。個人的にはこの2人並んでるやつよりゼロマンのあのコスプレ衣装の方が好きだな。ということは残りのシークレットもタッグシールになってるっぽいですね。伏黒めぐみ、ナンバー2番、主人公3人のうちの1人です。次です。はい、鴨のりとし、京都校メンバーの1人です。さあ次です。はい、西宮、あ、ダブった。今回ちょっとチョコカスやばくないか、めっちゃ粉々なんですけど。次です。ダブリ出るの早いな。はい、花見、これはあれですね、呪いですね。うん、
アニメでの声とのギャップが面白かったですね。はい、次。はい。三輪かすみ、京都校のメンバーの一人です。ミーハーって書かれてますね。次です。はい。マヒット、これも悪者ですね。呪い、これは、呪い、人間型の呪いですね。はい。フランケンシュタインみたいな印象があります。次です。はい。ゲトー来ました。16番です。はい。こちらは、頭に傷がありますね。先ほど開けたゼロでは、頭にまだ傷がありませんでした。次です。はい。五条先生来ましたね。ナンバー7。あ、こちらは目が開いてますね。開いてるっていうかな。うん。アイマスクを取っております。さあ、1列目ラスト15個目です。はい。伏黒ダブリ。さあ、早めにシークレットが出てほしいところですが、まだ1枚しか出てないね。シークレットさえ揃えばなんとかなるんですけどね。あ、釘崎野原ちゃん来ましたね。はい、3番です。おー、かわいいね。まあ、アニメ見ててかわいいねと思ったことはあんまないけどね。はい、次、17個目です。ほい。ジョーゴ、おー、これは、千葉茂さんの開演が良かったですね。なかなか憎めないキャラに仕上がっておりました。次。はい。パンダ。パンダ来ました。これも異色だよね。うん。まあでもパンダなしで呪術廻戦は成り立たないよね。直球だけどね、すげえインパクトあるネタキャラだよな。はい、次です。はい。東堂葵来ました。これは、高田ちゃんのファンですよね。はい。熱狂的ファンです。次です。はい。シークレットが出ねえよ。ナンバー14、アルティメットメカ丸来ましたね。はい、こちらも京都のメンバーとなっております。これ、ゼロマンの時と絵柄あんま変わらんな。これ非常にまずいパターンだな。シークレットがまだ1枚しか出てないんだけど、シークレット残られると辛いんだよな。イタドリユージ来ました。はい、主人公です。うん。はい。アニメ見てて思ったのに、個人的に虎杖悠仁が宿儺の指食う時のあの迎え舌はやめてほしいんだよな。行儀悪いよな、あれ。そう、シークレット1枚とかやめてよ。せめて2枚。できれば3枚は出てほしいんだけどな。はい。ナンバー4、善意巻、巻さんです。はい。こちらはちゃんとタイツ履いてますね。すげえ順調なのは嬉しいんだけど、ほんとシークレット出ねえな。やばいぞ。いより、歌姫。さあ、次。はい。お、来た。やっと来た。S2。伏黒めぐみ×ヘラクライストです。伏黒とヘラク。同じようなポーズしてますね。何気にヘラクライストが武器持ってないの珍しいんじゃない？はい。次行きましょう。はい。犬巻トゲダブリ。次。ほい。大北スーパーゼウス1、シークレット1番ですね。はい、虎杖悠仁かけるスーパーゼウスです。じゃじゃんと。はい、主人公2人、並び立ち。まあ、ゼウスは主人公じゃないな。ヤマト王子の方が主人公だからね。いや、最後の方で、シークレットラッシュ来てよかった。1枚しか出んかったら、ほんと、どうしようかと思いましたけどね。そんなんなったらもう3箱目突入間違いなしやん。七海健人ナンバー8です。聞きました。七海さん。七海さん大好きです僕いいキャラしてるよね、うん、まあ、淡々とした七海さんの喋り方がいいんだよな。はい、なんとか言いながら、ちょっと待って、マジで嘘だろ。釘崎野原かける十字架天使な。 S3 来た。これ最後の1枚だぜ。嘘、嬉しい。こんなことないぞ普通。釘崎野原かける十字架天使やったぜ。はい、ちょっと十字架天使の刀身が、うん、おかしなことになってますけどね。いや、もうどうでもいいや。もう嬉しい。嘘、一箱でコンプできた。
もう長年ビックリマンの開封動画撮ってるけど全24種類で一箱で揃ったことってあったっけ。すいません、ちょっと興奮してますけど、はい、ミッションコンプリートです。やったぜ。さあ残り2つ、ちょっと何が出るか気になるから一応開けときましょうか。2つ残しててもしゃあないしね。まず延長戦1枚目はこれ見て、ボロボロだぜ。なんでこんなボロボロなのパンダですね、うん、ウェハースがボロボロになってるからあれなんだよね。粉が、冒頭に言ったようにね、粉がひどくないって言ったんですけど、ボロボロになってんだよね。これはマイさん、妹の方です。はい、残り2枚はこんな感じでした。はい、この後ファイリングして一覧として見ますので、チャンネルはそのままでしばらくお待ちください。でファイリングが終わりましたので一覧で見ていきましょう。1番、2番、3番、4番という風に続いていきます。まずは1番から6番、7番から12番、13番から18番、19番、20番とシークレット4種。裏面です。テキストを読みたい方は一時停止してお読みください。13番からラストまでの裏書き。全24種を一気に並べるとこんな感じになります。そしてバインダーへの整理は前回の呪術廻戦0万の後に入れておきましょう。いや、しかし0万開けた時はびっくりしたね。裏書きがないもんね。まさかこれからのコラボはこれが主流かと思ったんですけど、単なる映画のネタバレ防止ということでね、考えれば理にかなった裏面だと思います。いや、びっくりしたよね。これもああなるかと思ったら本当最悪だからね。そして今回1箱で揃ったのでダブリはかなり少ないです。全部でこんな感じになります。いやー、しかしね、全24種類の箱で一箱で揃う箱ってね、体感8箱に1箱ぐらいなんじゃないかなと思っとったけど、うん、まさか自分が開ける箱でねこんな感じで揃うとはね思ってなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。まあこんな感じで、ね、かなり確率は低いけど一箱で揃う箱も中にはあるということです。ほとんどは揃いません。まあでも長年ビックリマン開封動画やってますけどね、うん、いい経験ができたと思います。はい、今回はそんなところですね。で、呪術廻戦マンチョコは、呪術廻戦0万チョコ他に開封動画上げておりますのでね、そちらの方も合わせてご覧ください。で、来月3月にですね、呪術廻戦マンチョコのフィギュア付きっていうのが発売されます。そうです、あの悪名高いエヴァックリマンフィギュア付きチョコの悪夢再びということでね、まあ前回のフィギュア付きエヴァックリマンチョコはね、もう録画しながら切れ散らかしましたけど、次もね多分同じようになるんじゃないかな。まあでももう次は買っても1箱だな、うん、2箱は絶対買わない。はい、というわけで次に開封するのはそのフィギュア付き呪術廻戦マンチョコか、それかバンダイの鬼滅の刃ウエハースその6かな、どっちかになると思います。はい、そんなわけで次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。